フジテレビスーパーニュースの坂主と申します。新垣さんが作曲をした作品、一度佐村浩二さんが指示書を出した後の作品ですが、その作品をどのように聴いて、どのように修正して、その上で世に発表したんでしょうか、教えてください。文春さんの記事によりますと、私が何か作った後に新垣さんに修正をお願いしたとか、テープが出来上がった後に一緒に聞いたとか、ここを直してくれとかっていうことが書いてありましたが、一度もありません。彼に いつも必ず確認のために一度弾いてみせてほしいというのは、周りの人の反応を聞きたかったからです。それもだから嘘です。新垣さんの嘘です。一度もありません。その新垣さんが作った曲をどのように、はい、まあ、周りの反応だけでなく、坂口さん自身がどのように聴いて、はいはい、そしてこうした方がいいと判断して修正したのか。修正は新垣さんのできた作品に後から修正したことは18年間一度もありません。まず聞こえているときに彼の注文、僕に対する注文にがとても誠実なもので、非常に皆さんからすごいお褒めをいただいていたので、彼の僕に対する忠実に作る素晴らしい音楽は信じているので、聞こえなくなって以降は確認とかやり直すことがあります。近くで聞いてとかそういうこともないということですね。はい。ということは、じゃあ新垣さんが嘘をついていると、断言しているということでいいですか。はい、新垣さんは名誉毀損で訴えます。あともう一つ最後いいですか。新垣さんは他ですね。新垣さんは他というふうに言っております。はい。また被災地でもコンサートをされていたと思います。その時オーケストラの奏でる音楽はどのような、お気持ちで聴かれていましたか。惨めな気持ちで座っております。ありがとうございました。すみません。小山さん。小山さん。こんにちは。先ほどの障害者に対する思いに嘘はなかったという話がありますが、佐野さん、まして去年の10月のサントリーホールでのコンサートの後、うちのバイオリニストのミックに対して、はい、自分に謝るのか、あるいはバイオリンをやめるのかというメールを打っていますが、今考えれば正直先般のメールなんですが、あれはどういう思いで、自分にどういう力があって一人の女の子の運命を左右しようとしたんでしょうか。またそれに対する謝罪の言葉はまだ聞けてないんですが、どういうことですか。どういうことですか。まだ始末役終わってません。何を謝れて、まだ始末役終わってませんよ。全部聞けばいいんじゃないですか。いや、僕は今おっしゃったことに対して話しているわけです。何を僕が、じゃあ僕、ミックさんに、僕で目を見てやりましょう。僕の講話をしてください。そういうふざけたことやめてもらいます。科学的な検査のところに出てるじゃないですか。聞こえるときにね。皆さん本当に申し訳ございません。もう質問です。結構じゃなくて、聞きたいことは、いらっしゃったらお願いします。一人の少女の人生を、なぜあなたがもてあそぶようなことができたのか、その本心はどこにあるのか教えてください。何を持ってしてそのようなことをしたんでしょうか。メールのすべてを提示するべきだと思います。あそこには中略、中略とあって、私がおそらく優しい言葉を途中に緩和している言葉、前後もカットされてますよね。全部提示してください。私は父親に対して、ミクちゃんに対して、
選択を迫ったことは一度もありません。いつもビクさんに、例えばサントリーホールで石を外して出た方がいいんじゃないですかって話したときも、彼女は嫌だって、ちょっと待ってください、ビク本人に聞いてみますというふうにお母様がおっしゃって、本人は嫌だと言っていますって言ったら、これは自分の妻を介して電話で話したんですけども、なぜあなたは石を外して舞台に出ると言ったんですか。サントリーホールですからとても広いので、遠くから見ると サプライズだったんですが、お客さんには誰が出るって言わずに突然始める計画だったので、ブックレットなどに書かれている石のミック君が出るって思うとみんなが感動してくるんじゃないかと思いました。なので彼女の商売を使って観客を感動させようとしたわけですか。舞台の上で石をつければみんなが感動する、小山さんはそういうお考えなんですかね。そこはとにかくゆきちゃんがそういうふうなハンディを乗り越えてあれ動きが出たりかというか、皆さんとても温かいやつといただいたことを聞いているので、それよかったと思っています。彼女の義手に感動するんじゃなくて彼女の演奏に感動するんですよね。あなたは義手であるということを見せようとしただけですよね。違います。どう違うんですか。ついつまが合いませんけど、はい、もう一回言います、はい、あなたが曲を作ったわけでもない、はい、違う人が作った曲で、あなたはバイオリンの素養もない、はいはい、演奏のレベルもわからない、それに対して、はい、あなたはこのままバイオリンを続けるのか、続けたいなら私に謝れというメールを送ってます。どういう根拠でそういうメールが送れるんですか。話すと長くなりますけども、ミクちゃんが中学時代が一番プロのバイオリニストであるのが一番大事な時期なんですけども、その時期に彼女が卓球部に入りたいと言い出したので、他の子たちはハンディを持ってなくてももっと頑張っている子たちにたくさんいるのに、どうしてそういう話になるのっていうところで、ちょっと待ってください。あなたはバイオリンの教師でも何でもありませんよ。しかも作曲家でもないんですよ。なんでそんなことが言えるんですか。社会の言葉を聞きませんが、あなたにミックに対してでしょう、まあ、ミックちゃんに対してはそういう気持ちはあります。申し訳ありませんでした。ただお父さんがおっしゃったその、絶対強制を強いられたというところにはもう何時間ありません。絶対服従ですね。そういうことは一度もありません。必ず選択をしてリクちゃんが決めるというのは小山さんも知っているでしょ。本当は選択をして何月何日までに答えろというのは服従しろっていうことじゃないんですか。まあそう思われるんですから、はい、すみません。謝らないんですね。